皆さんはね、どっちの体が理想ですか？そもそもどうやって筋肉でついていくのか、この根本の部分を話していきます。じゃあ筋肉をつけるためにどうしたらいいか、それは筋肉をつけるための公式があるんですね。どんな公式かっていうと、皆さんこんにちは、トメです。タマです。今回は何ですか？今回ですね、かっこいい体を作るコツ。皆さんはバキバキの腹筋、そして引き締まったお腹周り、これを手に入れるために闇雲に体重を落とした経験ありませんか？僕らも闇雲に体重を落とそうとした経験があって、ただね、その結果自分が思い描いていた体とはかけ離れた体になってしまったんですね。なので今回は痩せるだけではなくて、痩せた先にあるかっこいい体を作るコツを紹介します。痩せたけどなんか理想の体じゃない、もっと理想の体に近づきたい、そう思った方はぜひ最後まで見て明日から試してみてください。まず最初に、このかっこいい体を作るコツを話していく前に、かっこいい体とは何なのか、これね、話していきます。これ僕らが定義するには、このかっこいい体というのは筋肉が残っている状態で脂肪が落ちている、そんな体の状態をかっこいい体と僕らは思っています。なので脂肪を落とすだけがかっこいい体につながるわけじゃなくて、筋肉をつけるっていうこともかっこいい体には必要だよっていうことを覚えておいてください。この2枚の写真を見てほしいんですけど、これ両方ともダイエットをした時の写真なんですね。でも両方ともに共通しているのは太ってはないじゃないですか。痩せてますね。ただダイエットの仕方一つで体が変わっていくわけですね。体を変えようと闇雲にね、体重を落としたりとか痩せようとする方が多いんですが、結局ただ痩せたいのではなくて、痩せた先にある本当に自分がなりたいもの、そこがゴールだと思うんですね。でそのゴールっていうものが僕らにとっては筋肉がある状態でもあって脂肪が落ちている、そんなかっこいい体、ここを目指していく上では何をしたらいいのか、そんなコツみたいのを話していきます。次に筋肉をつける仕組みについて話していくんですけど、そもそもどうやって筋肉でついていくのか、この根本の部分を話していきます。この図を見てほしいんですけど、まず筋トレをして、筋トレによって筋肉が壊れます。そして壊れた筋肉にタンパク質だったりとか休養を取ることで回復して、より大きな筋肉になって、まあ筋肉がつくっていうのはこういう仕組みなんですね。でこれね、骨折も同じなんですよ。僕一回ね、ここね折ったことあるんですけど、人間の体ってすごい不思議で、一度折れるともう一回同じ負荷で折れないようにより強くなる、これ聞いたことあると思うんですよ。折れたものがもう折れないように強くなってより太くなる、これも筋肉も同じで、筋トレによって筋肉が壊れて、その同じ負荷でも壊れないようにさらに強くなる。だから筋肉って筋トレによって大きくなっていくんですね。なのでまずそもそも筋肉をつけるっていうのは、この筋トレで筋肉を壊さなきゃいけないんですよ。逆に言えば、もしここが筋トレの強度が弱かったりして壊れなかったら、筋肉は成長しにくいということになってしまいます。じゃあ筋肉をつけるべき人はどんな人なのか、ここを説明していきます。これ僕らが思うに2つありまして、1つ目が僕らみたいに脂肪はないけどガリガリな人間で、2つ目が脂肪を落としていく過程の中でなんかちょっと理想の体とかけ離れた体になってきたな、そう感じた方です。この2人の方はぜひともね、筋肉をつけてもらいたいなと思います。ちょっとね、この2枚の写真を見てほしいんですけど、皆さんはね、どっちの体が理想ですか？一生懸命ダイエットを頑張ったけどなんか理想の体と違ってきたなとか、左の写真見たくしっかりと筋肉をつけてかっこいい体になりたいな、そう思ったことね、あると思います。僕らも筋トレを始める前っていうのは別にね、脂肪も多くついてた体ではなかったんですけど、ただなんといっても細かったんですよ。だからこそ自分がね、思い描いてる理想の体とは全然違ったし、でそこから筋肉をつける方法とかコツ、まあ、かっこいい体を作るためのコツみたいのを知ってから今みたいな体にはなったんで、皆さんもなんかちょっとかっこいい体今違うな、そう悩んでる方にとっては、この後運動方法だったり食事方法を話していくので、ぜひそちらを最後までご覧ください。こっから筋肉をつけるための具体的な方法を話していくんですけど、じゃあどんな運動をしたらいいか、よく僕らが有酸素運動はね、大事ですよって話をしてるんですけど、それダイエットにはいいんですね。ただ筋肉をつけるよりは筋トレの質量を高めていくことがめちゃめちゃ大事なんですよ。じゃあ筋肉をつけるためにどうしたらいいか、それは筋肉をつけるための公式があるんですね。どんな公式かっていうと、重量×回数×セット数イコール総ボリュームっていう公式があるんですよ。でこの総ボリュームを上げていくと筋肉ってね、どんどん大きくなっていきます。例えばベンチプレスってありますよね。あれを 60kg×10回×3セットやった場合だと、総ボリュームの合計値が 1800kg になるんですよ。でここのセット数がクリアできたんで、翌週に 60kg×11回×3セットやった場合だと、この総ボリュームの合計値が 1980kg になるんですね。そうすると10回の時よりも11回に変えただけで 180kg 増えてるじゃないですか。ここのボリューム値を上げていくことがね、すごく大事になります。これは僕らの失敗例なんですけど、筋トレもね、6年近くやってるんですね。ただ最初の3年間っていうのが全然体変わんなかったんですよ。でなんで変わんなかったのかな、今振り返れば分かるんですけど、もうボリュームがとにかく少なかったんですね。
例えば、ベンチプレスやってました。胸のトレーニングだったらベンチプレスと、他にいくつか種目やって、合計9セットくらいやってたんですよ。3種目かける3セット。9セットくらいやってたんですね。それを、2、3年くらい続けてたんですよ。でも全然体変わんなくて、セット数をめちゃめちゃ増やしたんですね。例えば、9セットだったものを15セットから20セットくらいに増やした時に、一気に体が大きくなったんですよ。なので、よく質問で、重量をどれくらい伸ばしたらいいですか？もしくは、セット数どれくらいにしたらいいですか？こんな質問いただくんですけど、言っちゃえば、重量か回数かセット数。ここを先週よりも確実に増やすように動いていけば筋肉は大きくなります。なんでじゃあ重量をメインで伸ばしてみようかなと思えばそれでもいいと思いますし、重量を変えずにセット数の方を増やしてみたいな、そう思うのであればセット数を増やすでもいいので、とにかくこの総ボリュームっていうところを増やすように意識して筋トレをやってみてください。でつまりまとめると、筋肉を大きくするには前回のトレーニングよりも強度を増やすことが大事なんですね。強度っていうのは重量、回数、セット数、どれかですを前回のトレーニングよりも増やしていけば筋肉が大きくなっていくんで、迷ったらこの公式に当てはめるようにしてみましょう。ここまでで運動方法を理解したと思うので、次何が大事か、食事です、なので食事方法を話していきたいんですけど、じゃあこの筋肉をつけるための食事っていうのはダイエットの食事とはちょっと違うんですね、まずダイエットっていうのは摂取カロリーよりも消費カロリーを増やす、これが大事なんですよ。消費カロリー、運動量の方を大きくしましょうと。ただしこの筋肉をつける場合には運動量よりも食べる量を増やさないと筋肉ってつかないんですよ。つかないというか筋肉がなかなかつきづらいってことですね。なので体を変えるコツとして一言で言うのであれば、筋肉にいいものをたくさん食べましょう。これが筋肉をつけるコツになります。僕らが一昨年ベストボディ大会っていうのに出て、大会が終わった後に筋肉をつけようと思ってたくさん食べた時期あったんですね、その時っていうのが本当にこれまで筋トレやってきた中でも一番筋肉ついたなっていう実感があって、やっぱり食事をたくさんとって、この摂取カロリーっていう部分をたくさん取ること、これはすごく大事です。じゃあ筋肉をつけるためにはどれぐらいの摂取カロリーを取るべきなのか、これは消費カロリーよりもプラス500から1000キロカロリー乗っけた摂取カロリーを取るのが理想的です。筋肉をつける上ではこのタンパク質に加えて炭水化物もめちゃくちゃ大事になってくるんですね。なんでタンパク質はいつも通り自分の体重の2倍グラムを取ってほしくて、炭水化物に関しては自分の体重の6倍グラムを取ってみましょう。で脂質に関しては体重の 0.8 倍、例えば60キロの人がいるんだったら48グラム摂取するようにしていけば筋肉もうまく成長していく PFC バランスになります。つまりね、これ増量期になるんですけど、増量期はねとにかくね食べることが大事なんですね。で脂肪をつけすぎても減量してね絞るのも大変なんで、目安は消費カロリープラス500から1000キロカロリーぐらいがあまり脂肪をつけすぎず、かつね筋肉も大きくさせていく目安になるかと思います。でよく質問であるのが、朝食なんであまり食べられません、どうしたらいいですか、よく来るんですけど、もうね答えはね食べてください、とにかく。でも本当答えねそれに尽きるんですよ、で筋肉を大きくする上ではトレーニングも大事なんですけど、食事もねトレーニングと同じぐらい頑張る必要性があるんですね。よく食トレとか言うじゃん、言うね、そんぐらい食べて初めて筋肉って大きくなっていくんですよ。とはいえ僕らも朝食なんであんまり食べれないんですね。じゃあどうやって食べてたかっていうと、まず1個目気合で食べる。でそれが無理だったらこまめに分ける。例えば3000キロカロリーだったら5食に分けて1回600キロカロリーぐらいで分けて食べるとか、それでも食べれないよって人は僕らがよく飲んでるマルトデキストリンっていう糖質をね粉にしたものがあるんですよ。それをプロテインに混ぜて飲むとか、そんな感じで今ねカロリーの多い液体のものだったりとか粉のものって結構あるんで、そういうものでね僕らはね摂取カロリーも増やしてました。確かにね、小食の方が最初からいきなり炭水化物自分の体重の6倍グラムを取るってめちゃくちゃ辛いこと分かるんですよ。ただ最初のうち辛いんですけど、そこをね慣れてきたら意外と胃もね大きくなって、徐々に慣れてくるんで、まず最初筋肉でかくしてやるっていう気合だけで乗り越えてみてください、ここまとめると、筋肉をつける上ではトレーニングも大事なんですけど、トレーニングと同じぐらい食事を頑張るのが大事なんですね。でどんぐらい頑張るかっていうと、消費カロリーにプラス500から1000キロカロリーを乗っけて食べる。あとはそれに加えてトレーニングは毎回ボリュームを上げていって前回よりも強度を増やす、ここはね本当に大事です。今回は本当にかっこいい体を作るためのコツ、例えば運動方法だったり食事方法、そしてかっこいい体とは何なのか、そんなところを話してきました。皆さんも闇雲にダイエットするのではなくて、きちんと自分がなりたい自分、そこを想像しながらぜひかっこいい体を求めてみてください。自分の理想としてる筋肉、理想の体になるには一長一短にはいかないんですね。本当にコツコツ継続していく必要性があるんですけど、諦めずね努力をし続けていれば絶対に体は変わりますので、とにかくね継続して一緒に頑張っていきましょう。というわけで僕らはこれからも日本一の筋トレ YouTuber を目指して頑張っていきますので、ぜひ応援してくれる方はチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。やべ、足くらみしない。そう、マイナスな言葉が出てきたのに否定するんだ自分で。それポイント。
疲れない。だるだる。すごい。とすると、めちゃくちゃだるいじゃん。ポジティブな自分でいられるから。